Japan。 さあ第2試合、日本人選手の登場を迎えます。村上和成、そしてこの試合をさばくのは新日本プロレスレフリー浅見であります。そして村上の対戦相手リー・ヤングガンがまず先陣を切って入場してきます。韓国のリー・ヤングガン。福さん、はい、こちらかつて村上と対戦経験ありますよね。ありますね、日本にも何度も来日してますからね、はいはい、このですねリー・ヤングガン、まあ、最後はハプキドーベースというふうに言われてるんですが、はい、ハプキドーというこれ格闘技はどういう、簡単に言うとですね、テコンドーに非常に近い打撃系の格闘技ですね。あ、打撃系なんですか。はい、なるほど。まあ、前回もですねこれ村上に敗れてるわけですよね。はい、この辺りでリー・ヤングガンにとっては村上に対するリベンジマッチ、そしてなぜか場所がアマゾンの上と、ね、いうことになりましたね。どうですか、気合のノリなど表情を見ていていかがでしょう。非常にリラックスしていていいんじゃないですかね。はい、さあリラックスをした表情、今四方に東洋人らしく頭を下げました。村上和成の登場を今や欲しと待ち受けます。うん、やはりこの蹴りのね切れ味もいいですよね。いいですね、ああそして新日本のマークを宿したこのねワールドプロレスリングの T シャツを着込んだ日本人の観光客がかなり大勢、今村上のこれかなり大勢になりそうですね。いやー本当に村上選手にとっては非常にいい励みになるんじゃないですかね、うん、はい、さあこのあたり村上がどんな表情でリングに姿を現すんでしょうか。村上、さあ平成のテロリスト村上和成の入場です。かなりアメリカのトランジット、そしてブラジル入国にもそのテロリストの過去が入国に審査に手間を取らせたという、非常に困難な旅を乗り越えて30時間の長旅を終えて村上和成このアマゾンの奥地にたどり着きました。さあそして迎えたこの戦いの時、この戦いの本能が、あっと福生さん、はい、この目も村上戦闘モードじゃないですか。いや完全入ってます ね、あの我々が日本で見るね村上がここにいますね。そして日本人のお客さんから大きな拍手が起きてまいりました。そして、まあ、村上にとってはですねこのブラジルはかなり馴染みの土地なんですよね。そうですね、以前あのブラジリアントップチームに、はい、あの長期的に修行に来たこともありますからね、まあ、このあたり日本のプロレスファンにはですねなかなか知らないことかもしれませんけれども、はい、村上にとってはこのブラジルのアマゾンの水というのは慣れ親しんだ水なのかもしれません。そしてリー・ヤングガンとの再戦を迎えます。さあいつものキレキレの表情で目はもうすでにいっています。村上和成が入ってきました。あ、今にも飛びかからんというばかりの表情です。 T シャツを脱ぎ捨てた、いつもの臨戦態勢、その T シャツを脱ぎました。先ほどの第1試合はいきなりの秒殺で幕を開けました。これどうやら村上の方がね突っ込んできそうな雰囲気ですけども。そうですね、はい、目がやっぱりいっちゃってます ね、両者の体格の比較です。やや村上の方が若干大きいと、はい、いうことかもしれません。まあ、体格的なハンデはないに一つですね、はい、村上のスタイルと、そしてまあハプキドーのリアンガンのスタイル、はい、この相性ってどうなんですか。どうですか、まあ、でも村上選手あの一番の格闘技のベースといいますとやっぱり柔道ですから、やっぱりあの打撃対組み技っていう攻防になるんじゃないですかね。まずはこのリアンガンの打撃をかいくぐれるかということですかね、はい、あそしてエキサイト村上突っ込んでいきましたが、リアンガンも突き飛ばしましたね、はい、リアンガンも同じように燃えています。リーヤンガンにはかつて敗れた相手村上和成憎く見えているか。さあ村上突っ込んでいったが、しかしそれを回し蹴りでかわしましたね。あっと村上の突っ込みをリーヤンガン読んでいたのか。そして上を取りましたリーヤンガン。さあ村上危ないぞ、上から殴りつけていくリーヤンガン。マウントを取るか、まだこれ外しきってないですね。まだ大丈夫ですね、はい、あ戻しましたね、村上ポジションに戻しました。そして打撃を防ごうとこれ左手にしがみついてますかね。
さあここからどう持っていくでしょうか。イアンガムはこのガードをパスすることができるか。さあそして上から殴りつける、ガードポジションこの距離を取りながら村上上から殴っていこうとしますが、村上もこれどうでしょう、防御はまだ大丈夫ですね、はい。さあまずは有利なポジションを取ったのはリーヤングガン、雪辱を期します。村上和成に対するリベンジ。あそして村上期待出血してますか、どうですかね。今でも今さあ下から腕を取りに行きますね、取りってますね。さあ下からさあこの腕を伸ばしきることができるか。村上和成、リーヤングガンの右腕を捉えました。リーも腕を手を両手でですね必死にこらえています。さあどうだ村上、あとは力で引っ張るぞ。リーアンガンの口が、あーっとここでレフリー止めた、腕が伸びました。腕しぎ逆十字、村上和成、リーアンガンを返り討ちであります。ヤンガン上取りましたけどもね、あの腕しぎ、いや村上選手がよくリーヤングガンの動きを見てましたね、はい、ちょっと半ば強引にも見えたんですけどね、最後は非常に冷静に決めましたね、はい、最後は力ずくで引っ張ってこのリーヤングガンの右腕をピンと前一文字伸ばしていきました。日本人村上和成、ジャングルファイトここで一勝を飾りました。しかしまあ村上がですね突っ込んでいったのは予想通りというふうにも思えますけれども、はい、ちょっと突っ込みすぎましたね、はい、こうしゃがみ込みながら回し蹴りでかわしていった、はい、まあ、村上選手らしいったらしいんですけどね、はい、そして不利なポジションになったんですけれども慌てませんでしたね、はい、最後はこの腕しぎ逆十字、村上があっと決まったあたりも蹴っ飛ばしてますもんね、はい、ああそして第1試合に続いて第2試合も連続の秒殺ということになりましたね。しかし決着早いですよね。決着早いですね。何かこのねアマゾンのジャングルという環境が、はい、闘争本能をねかきたてるんですかね。そうかもしれませんね、先陣を切った村上に日本人としての1勝を飾りまして